今回はガンダム EX のパイロットくんに対するネットの反応を紹介します。復讐のレクイエムに関するネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。小説版のオマージュで処理されるのがとてもかわいそうだった。どういうこと？小説版のテンパはシャアと分かり合えたけど、シャアの部下の不意打ちで死ぬんだけど、それのオマージュなのかなって。むしろイフはムロなんだからいい扱いと言える。とどめ刺したの切れ散らかしてた人？そう、相棒やられた人。陸での仕事きっちりこなしたし、味方が作った隙を見逃さなかったいい兵士だ。ミッドナイト悲しいね。ミッドナイトおじさんもガンダムの中身知れば絶対躊躇しちゃうタイプの人間だとは思う。ミッドナイトさんも兵士として悪いことはしてないのよね。余計に悲しいやつ。言うて最後のグフカスに殺されたのも相棒のグフカス殺したからだから因果応報なんだよな。もちろんミッドナイターズにもそのうち因果応報が来る。結局復讐の連鎖でみんな死んでいく。分かり合える能力があったとして結局人は分かり合えないってのは実にガンダムしてる。人がそんな便利になれるはずない。恨みが簡単に消えるわけねえだろって実にガンダムしてた。あんまり期待はしてなかったけどめちゃくちゃ面白かった。ガンダムコア戦争映画ノリだと思ったら最後はしっかりガンダムしてた。シャア復讐完遂してジオン広告大勝利。希望の未来へレディゴー。みんな皆殺しだ。1話はめっちゃ怖かったけどだんだんとガンダムパイロットの人となりが見えてくるのいいよね。というか何回もおめこぼししてるから優しいキッズまである。ジオンが攻めなきゃ白い悪魔は生まれなかったんだよなってなった。連邦が搾取しなきゃジオンは攻めなかったんですよ。見た目は悪魔、中身はアマちゃん。初見時はやたらと硬直してる時間が長いなこのガンダムと思ってたけど、2周目だとめちゃくちゃ葛藤してそうに見えるのよな。よく見るとガンダムの目が感情豊かなんだよな。中の人の表情が見えるわ。この悪魔が撃てば終わるシーンちょくちょくあるな。ガンダムくんがもたもたしてるの全部子供で殺すのが嫌だからで説明するのがいいね。でもコクピットをわざわざパンチで潰すの悪魔だぜ。ビームライフルだとあっけなさすぎるから、せめて相手の命を奪う実感を得るためにあえて律儀に接近戦してるのかもしれん。歩兵は撃てない少年は優しいね。撃とうとはするが、できてないのが実にアマちゃん。とどめの前に横槍入れられる場面多かったけど中身知ると納得する。相手がザクなら人間じゃないんだ。相手が人間ならザクじゃないんだ。相手がザクなら人間じゃないんだ。あ、人間だ。ちょっと躊躇する。戦争を仕掛けたのはそっちだろとか降伏しろよとか子供らしい正論で殴りかかってくるのやめろ。じゃあ降伏しろよ。子供の正論パンチが一番効く。ここ全部そうだねだったんだけど兵士だから一個人では止める力もないしどうしようもないんだよね。やっぱザビケが悪いよ。この問題の根っこに単身で挑んで潰されたのがハサウェイ。あの場面で許しを選べる少年は本当に偉いよ。ヒートソードグサコクピットの真上じゃない。 RX78 だったらお腹の部分がコックピットだからワンチャン生きてる可能性はあるのかな。コックピット付近を刺された上で大気圏に突入しても生きてたキンケブーさんがいるから少年もきっと生きてる。まあぶっちゃけ続編作れそうだし、もし作られればまた出てきそうな感じではあったよな。コクピットの真上立って鉄を溶かす剣が直近通過したら人間は死ぬよ。ビームライフル撃てばいいじゃん。なんで殴りかかるの？って場面もさ、あんなエグい銃バカスカ撃つの怖いよな。って思っちゃうよね。一発撃った後あんまり撃たなくなるのそういうことよな。こいつは強力すぎる。まあザクを貫通した上で後ろの建物も破壊する代物をバカスカ撃つのが怖いってのは心優しい少年でなくても思い至ることではある。地上でビーム撃つのやめない？随伴被害エグすぎない？ジオン星人絶対殺すマンだったら即話が終わってたレベル。コアモテも相まって悪魔に見えるけど実際に悪魔以上のヤバいパイロットだったらもっと悲惨な結末になってたな。少年がアムロじゃなくてよかった。
本当に良かった。中身がアムロだったら1話完結の短編になっちゃうよ。それはそれで見てみたいけどね。アムロにひたすら蹂躙されるだけのジオン側視点。気の毒な子供なんだけど周りが優しかったのだけは救いか。同僚とちょっと距離あるけど仲悪くはないってのがいいよね。別に他の部屋に行ってたっていいのにずっと横でゲームしてるの可愛いよね。距離はあるけど可愛がられてるんだろうなって感じはしたから見せ方うまいよね。ジムのパイロットを体張って助けてたし、ちゃんと信頼し合ってそうだよね。連邦側もジェスの最適解何教えてんだよガキーとか言われなかったし、そらりとぶつかった時も気にしてたのいいよね。まあ同僚のこと嫌いだったら助けに行かないしな。めちゃくちゃ助けに行くなこの少年、立派だ。なんならジムのピンチに即反応してフォローに行くからな。あの子思うにコロニー落としとかによる孤児が巡り巡ってって感じだろうから、あの舞台だけが自分の居場所なんだって頑張って守ってたんだろうな。ニュータイプ候補なのかな、バックグラウンドわからん。この時期の連邦はニュータイプなんて妄言の類だと思ってるはずだから、ニュータイプゆえにガンダムを任せていたと思えないな。まあガンダムを任せたなら優秀なパイロットだったのは間違いないだろうけど、アムロの活躍は耳に入ってるだろうから、それにあやかってガンダムには優秀な少年兵を乗せてたとか。今はもう名もなき少年、子供がパイロットなのはまあ予想通りだった。めっちゃいい子じゃん。いい子だから死んだ。本当にこれでしかないのお前マジ。やっぱグフのヒートサーベルは強えや。今日ほどグフの剣が生クラだったならと思ったことはない。言うほど復讐のレクイエムだった。復讐をやめようって話ではある。復讐したかった奴らはみんな死んだ。いやグフの人普通に生きてたな。レクイエム for vengeance だから復讐へのレクイエムの方が正しいのかな。報復はやめよう、憎しみで戦うなってのは終始主人公のエリアが一貫してたことだね。殺されたから殺して、殺したから殺されて、それで本当に最後は平和になるのかよ。つまりはこれ、主人公がかがりでガンダムのパイロットがアスランだったらこの物語はハッピーエンドになっていたことだろう。復讐やめろ。コロニー落とし合って戦争仕掛けてきたジオン星人どもがそれを言うのか。実際地球側のスタンダードはこの考えだろうな。戦争を仕掛けるのは100歩譲ってよしとしよう。だがコロニー落としだけは許せる理由がない。復讐とか殺し合いとかやめましょう。私ももう同僚の復讐とかしないから、子供に会えればいいから。そっか、じゃあやめる。今だ死ね。今だ死ねよだ。三連機違いグフパイロットやめろ。このグフカス、グフカスのカスってそういう。でも本編がこんな感じだし。ザマーネーゼガンダム、どうせ血も涙もねえパイロットだったんだろ。だったらもう少し救われる話だったんだけどね。ひょっとして戦争ってクソ。ひょっとしなくても、はい。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。